回鉱炉でなっちゃうのかな、はい、死ぬのかな、うん、どうしよう。で、そのまんま、また今日もなっちゃんに食べてもらいます。あー、OKOK、はい、じゃあ、行っていい？うん。こんにちは、北新地ジャップスです。イエッ、はい、ということで、はい、今日は鶏肉とカッシュナッツの炒め物を、うん、おー、はい、あー実家でよく出たあれ。まあでもほんまになんか女の人好きなイメージかな。結構定番料理なんですけど、はいはい、中華でも、うん、片栗がとろみがあるやつやろね、うん、ね、まあ基本とろみつくけど。そうやろね、だいたい片栗使ってるね、うん、そうで今日もかっちゃんにね、うん、食べてもらおうかなと、うん、はい、今今日も言うたんやけど完全に同じ服装やけどね。ホイコーローと同じ日設定しますからね、まあ設定でね、はい、うん、はい、じゃあ作っていきます。カッシュナッツ、はい、カシマツです。はい、カシマツです。はい、ではカシューナッツの食材はこれですね。カシューナッツ、カシューナッツの食材ってアホか、何言ってんの俺。だからカシューナッツ炒めか、カシューナッツ炒めの食材はこれですね、うん、カシューナッツとピーマン、パプリカ、玉ねぎかな、うん、で、奥がこれ何、エリンギ、エリンギと白ネギ、白ネギ、カシューナッツ、カシューナッツとニンニク、生姜、ニンニクとこれは肉やね。で、まあ、さっきのホイコーローとか、さっきじゃないな、前の動画のホイコーローか、やったら、まあ、油通しして、はい、まあ、湯通ししてみたいなやつだけど、うん、もう今回、全部油通して一気に仕上げます。なるほど、なるほど。そういうお店も多いし、うん、四川料理なんかは大体もう油通しで全部仕上げてしまう。なるほどなるほど。四川料理っていうのは中国料理のやっぱりいろんなジャンルがあるうちの一つみたいな。そうですね。で、これ結構火入りにくいんで、うん、その弱火でちょっと長めに油通しします。はいはいはい、高温じゃあかんのかね。高温やったらね、唐揚げみたいになってしまう。ああ、なるほどね。今日はだって唐揚げ作るわけじゃないから。今日もところでうちのアイドル来はるんですか。アイドルはね、今スタンバってくれてます。スタンバってるんですか、うん、YouTube 一かわいい。そう、ほんまにね、 YouTube だからほんま一番かわいいと思う。おじのプラスアルファ抜いてもかわいいと思う。かわいいと思う、それは思う。 LINE で来た時にな、それは思うって、おじじゃないで、次にフィートリングのエリンギなんで、エリンギもで、もうあと一緒。なるほどね。あくまで油通しですからね。取りますね。いただきます。あ、なるほど。これは油通ししない感じね。これはもう薬味なんで、この油にむしろ香りをしていくみたいな。ネギって薬味なんだ。そうそう、薬味。食材じゃないんやね。この香りをね、視聴者に届けたい。すごい匂い。え、これ届かんの？届かん。いや、多分有料チャンネルかなんかしたら多分届くと思うけど。誰がすんねん。こんな俺らみたいな底辺に。ね、お焼香みたいな感じでね、軽い感じで。多分映ってないよ。映ってへんのに。なんでそんなことするかな。後でこんな感じでやってますって。静止がね。さあ、殿下の宝刀、片栗粉で、この味が決まってから、はい、最後にカシューナッツ。はいはいはい、カシューナッツは最後やね。最後なんか俺カットしてるか。中国料理っていうのはごま油は最後の味。ちょっとじゃあサムネ最初に撮った方がいいんじゃん。はい、でもあれか、食ってからの方がいいか。あ、いやほんまやね、サムネはいるな。あの食材終わってから。 OK、 じゃあなんていうかできたんで食べてもらいますみたいな。 OK、 はい、じゃあできたんでまたなっちゃんに今日も食べてもらいます。ね、このアイドルに食べてもらいましょう。はい、いただきます。ナッツが入ってるん。そう、カシューナッツが入ってるよ。そうなん、初めて食べる。
あ、マジで俺結構出たけどな、家庭とかで。え、おかん中国人。あ、そう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 、言いなかったよ。お前も上海やし、上海中国ちゃうな。上海中国やで。中国か。上海中国やで。どうですか、味の方は。なに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 、変なこと言うた俺。なに、あ、そうだ、これ口の中でね。はいはい、いっぱい入れすぎた。もう飛んでもいいんだ。ポンポンポン。いや、アイドルだな。いや、うちのアイドルやなんや。うちの一日で終わり、うちのアイドル。え、なんかすごい、なんか意外。なんかナッツ？ちゃう違う、美味しいっていう意味、美味しいっていう意味。そう、意外。かわいいかわいいかわいい。違う違う。はいはいはい。なんか、だってお菓子でしか食べること。まあそうやね、おつまみですもんね。なんか料理に入ってるのが初めてやから、めっちゃ美味しい。よかった、これ、まあ、作ったからやったわ、ほんま。え、折れちゃう。もう折れちゃったんや。グーしてくれてやったね、これ。俺ら女っ気と時間と金がないってよう言うててさ、女っ気今日来たやんか、いきなりの女っ気じゃん、レベル高すぎんよ、マジで。跳ね上がった。跳ね上がり、女っ気跳ね上がりすぎて、お別の女出されへんね、これ多分。恥ずかしすぎる。そう、どこ、いとこの娘やで。ねえ、お母さん、俺の3つ上やで。なあ。よしみとなっちゃんが何個あったんだけど、10ちょっと、10ぐらい。今10、今年18、11個下。あー、まあまあ、まあ、よしみからしたら可愛いよな、11個下のとこあったら。お姉ちゃんみたい。ねえ、